YouTube 精神科医が心の病気を解説するチャンネル、精神科医増田祐介先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。増田先生、情報発信というかインターネットのこういう活動を始められた経緯というかきっかけとかありますかね。僕はもともと診療時間って5分しか取れないんですよ、うん、保険の診療所だから、意地悪で聞かないわけじゃないですよね。精神科医は皆さん精神科医は話は聞いてくれないんだって皆さん思ってますけど、意地悪じゃないんですよ。これ病院の構造上そうなってるんですよ。患者さん400万人いて精神科医1万5000人、うんしかいないですから、うん、それをしないとダメなんですよ。だけどその間にこの病気の説明とか患者さんの話聞くとかいろんなことしなきゃいけないんで結構大変だったんで、患者さんに疾病教育用のプリントを作ったんですね、うんうんうん、薬はこうだよみたいな。それの代わりとしてブログだったりをしてて、その当時 YouTube 大学の中田のあっちゃんがこれからは 5G だから全部動画になる、うん、あらゆる情報は動画になるんだって言ってたんで、うんうんうん、そして山手線の広告見てたら確かに中津の広告減ってたんですよ、うん、動画の広告に変わってたんで、あ本当だなと思って YouTube を始めたっていうのが経緯なんですよね。それが2019年の12月とかですね。まあ、よく患者さんにこれ見ていてみたいな感じでブログとかこう動画があればいいかなっていうことですか ね、きっかけとしては。あと最近の増田先生の活動を見ると、その患者会ですか、患者会、ネット情報を使って患者さん同士がこう集まっていろいろとこう話せるコミュニティ、そうです、ね、みたいのをやられてるんですけど、ちょっとその辺教えていただけますかね。そうですね、それはなんかその YouTube やっていたらコメント欄とかを通じて患者さんがやり取りしてるのを見てて、うんうんうん、それがなんかリアル座談会みたいになってたんですよね、うんうん、でもともと YouTube 始める前ぐらいから患者会ってやってたんですよ、クリニックで、うんうん、僕がやってたんじゃなくて僕のところで働いてた人がやってたんですけど、その人が辞めちゃったんで僕が引き継いだんでやってたんですねで男子会の人たちが来てたのでやってたんですけど、やっぱり患者さんって患者さん同士で喋ってる時と診察で喋る時って表情とか全然違うんで、一定の治療効果があることは知ってたので、コロナをきっかけに結構全滅しちゃったんですよね、いろんなそういうのが会ができなくなってしまったと。リアルで直接会う会ができなくなってしまった。そういうのもあったんで、これがやった方がいいんだろうなと思って海外ではあるので、うん、日本でも作んなきゃと思って始めたっていうのが経緯なんですね、うんうんうん、具体的にはどうなんですか、まだ始まったばっかりで。そうですね、半年ぐらい経ってだいぶ形が分かってきたのとか、うん、いろいろできるようになってきたので、あと1年2年で治療アプリみたいな形まで持ってきたいなとは思ってるんですけど、うんうんうん、私なんかが最近思うのはやっぱりその5分診療の問題とか、うん、多くても10分とか、うん、時間が限られてくる、1日来る患者さんを診察時間で割るしかないですからね。そうなんです ね、なので嫌がらせで短くしてるわけじゃないんですけども、うん、そうなってきた時にじゃあどうしたらいいかっていうと、最近ではピアサポートって言葉もありますけども、ね、患者さんの良くなった人とか、あるいはそういう自分の経験とかを話したり、横の癒しっていうのかな、うん、横のつながりの癒しっていうか、お互い助け合うみたいなことっていうのが不可欠ですよね、おそらくね。そうなんですよね、うん、で僕の考えてたことが、今までは精神療法とかカウンセリングって医者がやってたんですよ、うんね、それが心理士さんとか看護師さんに降りてきたのか、うんうんうん、やっぱりこれからもうちょっと患者さんに変わっていくんじゃないかなっていうのを思ってて、うんうん、なぜかっていうと精神学って難しすぎるんですよね、うんうん、で難しすぎるし個別性も高いし、うん、例えば心理士さんとか看護師さんがそこまで全ての疾患を網羅してカウンセリングできるのかなっていうのが一個あって、うん、実は患者さん同士とかの方がより詳しかったりするんですよね、その病気のその年代の自分の経験から言えることが多い、言えること、ね、だからインターネットを通じると物理的な距離を無視することができるので、エッセンスを集めることができるんですよね。だから県に一人しかいない私に相性がいい看護師さんとか心理師さんを探すよりも、うんうん、全国にいる自分に相性がいい良くなってくれた先輩の患者さんとちょっと喋るのもすごく治療上いいんじゃないかなと思って考えてるっていう感じですね、うんうんはい、ちょっと真面目すぎてつまんない、ね、真面目すぎるってすいませんねすごい重要なことなんじゃないかと思いますけどね、はい、今コロナで患者さんも増えてきて病院のかかりたくても3ヶ月待ちとかね、先生のところはどうなんですか、もう断ってる状態ですか。いやそうなんです、初診も断ってて、はい、そういうかかりたくてもかかれないような状況になってきた時において何かそれを大切なものでね、何かするものがないとなかなか大変な事態になってきますよね。そういう踏まえて、まあ、言語化の魔力という本出したんですけども、この本ではカウンセリングじゃないし相談じゃないでもガス抜きですよと、うん、要するに素人でいいわけですよね、普通の人でも、うん、話を聞いてあげるだけで大体9割ぐらいストレスというかそういう楽になるんじゃないかなっていう、まあ、9割って私の実感値なんですけども、うん、だからもちろんソロが聞いた方がいいケースとかデリケートなケースとかね、そういったものもちろんあることは間違いないんですけども、うん、普通の人が聞いてもかなり効果があるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、どうでしょうかね。いや僕もそう思いますね、うん、だから人が全部やろうと思うと不可能なんで、うん、そう考えるといわゆる継承例って
ていう言い方になるんですけど、うんうん、医学用語だと、うんうん、軽い患者さんですよね。軽い患者さんについてはエキスパートとかではなくて自分たちでやった方がいいんじゃないかなって僕は思ってますね、うんうん、結局その治療者側に回るというかボランティアしてる人の方が良くなっていくんですよね、聞いてもらうよりも。だから自分のためでもあるので、そうそうですね、すごくいいと思いますね。であんまりこう言うと批判になると思うんですけど、結局 AI に話聞いてもらうよりやっぱり患者さん同士で聞いてもらった方がやっぱいいんじゃないかなって僕思いまして、やっぱ人間に聞いてもらった方がいいと思うんですよね、なんだかんだ言って。だから AI とかを作るのもいいんだけれども、そのイノベーションを起こすよりも先にやっぱ患者さん同士で喋れる場所をオンライン上で作る、安全で匿名な場所で作る方がイノベーションとしては価値が高いんじゃないかなと思ってですね、うん、今やってるっていう感じですね、うん、すごくいい活動だと思いますね。読者が選ぶビジネス書ランキング2023に樺沢の言語化の魔力がノミネートされました。この読者が選ぶビジネス書グランプリ2023ですけども、これはタイトルの通り読者の皆さん、つまりあなたの投票で順位が決まるというランキングなんでございます。ぜひですね、皆さんの清き一票を言語化の魔力に投票してください。言語化の魔力は自己啓発部門というところにノミネートされておりますので、ぜひぜひあなたの清き一票お願いします。締め切りは1月9日までなので、ぜひあなたの清き一票を言語化の魔力にお願いします。備考欄の URL から投票してね。